魔物に奪われし村、すべてを失い未来の見えない世界だが、村を取り戻すため彼らが立ち上がった。マイクラビルダーズ。どうも、PMF ワールド9のドライトです。今回は、カー君の新企画、魔物に奪われた村を取り戻し村の再生をするマイクラビルダーズを開催しなすよ。お願いします。イエーイイエーイ。さあ、メンバー紹介いきます。はい、シュウキさん。はい、だからシュウキさん、どこだ？どうもシュウキです。イエーイ。テンションが、テンションがすごい。そして、アジさん。どうも、アジです。テンション低い。こっちは低い。イエーイ。イエーイ。そんじゃあ次はサルキチさん。サルキチさん、どこだ？サルキチさん、どこ？サルです。テンションがやばい。広しですね。広しです。はい、続いてごはんさん。ウェイ、ごはんです。ウェイウェイ。あ、いったウェイ。そしてイルル、そしてイルルさんです。イルルさんはミュートです。はいはい、うなずいてます。イェイ。そして制作者のカー君。はい、どうもカーデマ。透明のままでね。やばい、急に来た。しまった、急に来た。急に来た。あ、どうもです。どうもです。ありがとうございます。作ってくれてありがとう。ありがとう。はい。ということですね、マイクラビルダーズっていうタイトルの由来はですね、もちろんドラクエビルダーズから取りました。はい。まあ、ドラクエビルダーズのルールがですね、アレフガルドの復活させるゲームなんで、村を元に戻すという意味では、まあ、合ってるっていう企画です。はい。なので、こういうタイトルにしました。はい。でですね、まあ、ルール説明を行いますが、まあ、喋るとね、すごい長いんで、ちょっと、あれ？俺だらけになってんじゃん。アシュラみたいな感じで。アシュラになったよ。で、まあ、ルール説明は別の動画を用意しましたので、そちらをご覧ください。どうぞ。それでは、マイクラビルダーズについての説明を行います。今回の企画にクリアはありません。制限時間内にどのくらい村を直せるかという企画です。村を直すための課題があり、課題の難しさに応じてポイントがあります。村の課題はいくつかの種類に分かれています。まずは村の囲いです。村の囲いを修復すると10ポイント、門を修復すると1ポイント、
囲いに関する課題をすべてクリアするとプラス3ポイント入ります。続いて畑についてです。すべての畑を修復すると5ポイント手に入ります。すべての畑の水源を清水にすると1ポイント手に入ります。小麦を育てると1ポイント、人参を育てると3ポイント、ジャガイモを育てると3ポイント手に入ります。ただしワールド内の他の村からの持ち込みは禁止です。畑を作るときに出来の良さに応じてポイントが加算されます。出来の良さは良ければ5ポイント、普通だと3ポイント、悪いと1ポイントです。畑の広さは水源を含め最低でも 5×5 以上が必要となります。畑に関する課題をすべてクリアするとプラス5ポイント手に入ります。続いて土地に関しての説明です。村の中の地面を草ブロックにすると15ポイント手に入ります。砂利道を修復すると3ポイント手に入ります。余分なものを撤去すると1ポイント手に入ります。湧き潰しをすると5ポイント手に入ります。土地に関する課題をすべてクリアするとプラス5ポイント手に入ります。続いて家に関しての説明です。すべての家を修復すると20ポイント手に入ります。すべての家に家具を配置すると5ポイント手に入ります。家具となるものは作業台、かまど、チェスト、エンダーチェスト、大釜、ポーション台、ジュークボックス、金床、本棚、植木鉢、カーペット、階段ブロックやハーフブロックを用いた椅子や机などです。家を建てるときに出来の良さに応じてポイントが加算されます。良ければ15ポイント、普通だと10ポイント、悪いと3ポイントです。家の中の広さは最低でも 3×3 必要です。さらに窓やドアは必須です。家に関する課題をすべてクリアするとプラス10ポイント手に入ります。続いて村に関しての説明です。村の名前をつけることによってポイントが手に入りますが、名前のセンスに応じてポイントは変わります。良ければ3ポイント、普通だと1ポイント、悪いと0ポイントです。名前を決められるのは一度限りです。村人を村に住まわせることで1人につき5ポイント手に入ります。ただしワールド内の他の村からの移動は禁止です。アイアンゴーレムをスポーンさせることです。一機につき15ポイント手に入ります。ただし人工生成は禁止です。村人と交易することで10ポイント手に入りますが、初回のみポイントが手に入ります。牧場を作ることです。牧場にいる動物に応じてポイントがあります。牛が5ポイント、羊が5ポイント、豚が5ポイント、馬、ロバ、ラバが10ポイント、その他は3ポイントです。その他の項目を除き、すべているとプラス10ポイント加算されます。それぞれ出来の良さに応じてポイントが加算されます。良ければ3ポイント、普通、悪いだと0ポイントです。村に関する課題をすべてクリアするとプラス20ポイント手に入ります。ルール説明は以上です。今回どのくらい村を直せて、ポイントはどのくらい手に入るのでしょうか。制限時間はこの後発表いたします。それでは続きをご覧ください。どうぞ。はい、ということですね。じゃあここからルール説明、サバイバルモードとかっていうのをちょっと言ってもらえますかね。お願いします。はい、モードはサバイバルモードですとかっていうのでいいんですよね。はい、そうです。はい、モードはサバイバルモードだと思われます。で難易度はノーマルだと思われます。思われます。はい、はいはい、分かんない。制限時間は2時間だと思われます。そうなの、そこはちゃんとしたもんじゃない。しっかりしてよ、そっと。あ、2時間です。はい、はい、これぐらいでいいのかな。まだで、今回の企画についてですが、まあ、ここ言いましょうか、私がもう。ということで、今回の企画にですね、クリアはありません。で、制限時間内にどれくらい村を直せるかという企画です。直すための課題がありまして、まあ、その難易度がありますので、そちらはさっき説明した通りでございます。で、ポイントは何ポイント以上取れば何をやってくれるのかな、かーくん。はい、180ポイント以上獲得した場合ですね、僕が、おトライトナイト、お立っちゃいますか。ます。おー、来ました。で、引かなかった場合は、うん、この自由隊隊長がね、
なると。そうなんですよ。しゆきさんが歌うことになります。みんな頑張るぞ。みんな頑張るぞ。おお。元気出せよ、出せよ、元気出せよ。俺暴力的になっちゃったな。やば。ということで、自由だ。行きますか。やりましょう。はい、はい、始めましょう。マイクラビルダーズ。ここのボタンを一人ずつ押してもらうとそのまま下に降りれるんですけど、あ、はい、カバちゃんは最後にしてもらっていいですか。ちょっと面白いことが起こるんで。はい、じゃあまず一人目どうぞ。あ、いいですか。足球編とか、あと泳いでに取ってもらって、あ、そうだ、わお、え、アディ君ちょっと待ってです。あ、オッケーです。はい、落ちたし。はい、この中のもの取っていいですよ。あ、そっか、そっか、あ、そうだそう、最初から武器が支給されるので、もう早速よしよしよし、取りましょう。押してわ。で、装備もして、うん、こっちのここも大丈夫です。これも取って、おお、一応取っとこうかね。なら一応ね、予備として取っときましょう。いただきます。はい、どう、仕上がれ。食べません。予備としてもですね、最初早速ですね、浸透があるんですけど、はい、多分お亡くなりになられると思いますので、はいはい、お墓を作っときますと言いたいんですけど、はい、違くて、持ち物の保持をオンにしておきますね。これここで装備しなくちゃったらもうダメなんで。おお、オンにしたんですね。ありがとうございます。で、このモンスターを倒さないと昼にはなりませんし、生き物も出現しますし、天候も変わりません。お、あ、わかりました。じゃあ最初にモンスターを倒すって感じですね。はい、じゃあ一人ずつどうぞ。はい、じゃあサルさん、じゃあゴリキチ、ゴリキチ、ゴリキチ、ゴー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 。じゃあ、行きます。はい、さあ、つい魚、海に戻る。おお、おお、じゃあ、この方行こうかな。すごい。とりあえず待っといてくださいね。マイクラビルダーズ。よし、じゃあ最後行きます。皆さん、皆さん注目しといてください、カバちゃんの。なんでか。あれ今回はあれ、まだわかんない。もうちょっと。くるくる。親方は空からカバちゃんが。ああ。また。なんで俺だけなん。なんでなの。なぜか俺だけなんだよね。ああ。失敗。カバちゃんの出現地点は、この下の場所にしますね。お願いします。今もありがとう。2時間のタイマーをスタートしますよ。はい。地図これ開いていいかな？あ、もういいですよ。あ、やべえ、僕地図持ってねえ。分かった。やばいです。というと、でも地図持ってなくても大丈夫ですよ。うん。じゃあ行きましょう。今度のここら辺からスタートかな。はい、よし、行くぞ、みんな行くぞ、こっちだ、ゴー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 。よーし、よし、スタートです。中に入るぞ。殴られた。誰だ、殴ったの誰だ。いた、すごい、お、いたモンスターがいるぞ。いよ、ほら、いけ、いた、ノックバックついてる。ノックバックついてる。強いぞ強いぞ。いっぱい。なきゃいけないから。こういう音止まってる。はい。その剣をよこせ。よこせ。よ、どんだけやばい。いった。死ぬ。やばい。うわあ、強い。痛い。死ぬ。やばい。マジ強いんだけど。うわあ、やばい。あ、ちょっとやばい。怖い。ああ、ドライバー。死ぬ。パン食べ。俺のソードスキル、ほら、スターバーストストリーム。おお。
おーナイス。ちょっとモンスター倒そう、モンスターモンスター倒しながら村を直しましょう。誰かも荒らしちゃってる人でしょ。えー、あれあれ余計荒らしてる。ご視聴ありがとうございます。パソコンの方は人参を投げまくっている私ドライトをクリックするとチャンネル登録画面へ行きます。そして右上にいるテレサをクリックするとこの動画の再生リストへ行きます。スマートフォン、タブレット端末の方はこの画面を参考にチャンネル登録をお願いします。 Twitter もやっておりますのでよかったらフォローよろしくお願いします。それでは次回もよろしくお願いします。